そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから、生まれた生まれた空に虹が、海の中から虹が出た、生まれた生まれた新しい君、君の中に虹が出た、そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから。そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから。感想が入るのを間違えた。あ、2番、1番感想が入って2番なんだけど、はいはいはい、元で振ったんだけど、そうか、どうしよう。あ、なるほどなるほど。それで感想があって、うん、で、あの、生まれた、生まれた新しい君、涙の中に虹があるっていうのが2番歌って、うん、でそうさ大丈夫はサビなんだけど、はいですね、そこから入りたいんですね。どうです。だからそうさ、水があるから、で、マーシーがパントリーで、涙の中にそういう感想。了解です。いいですね。ちょっと楽しみです。ちょっといきます。これあれ YouTube、 そう、あの配信、配信してる。おはようございます。マーシーのスタジオで突然配信なので何も打ち合わせなくやってます。よっしゃ、はい、よろしくお願いします。それでいい。さっきのはダメだね。キーが下がった、下がって歌ってた。皆さん、山口はとてもいい天気です。明日帰りますが、今日がラストデーで、本当に楽しい時を過ごしています。今回お会いできなかった方にもまたぜひお会いできたらと思っています。宇宙家族、本当にありがとうございます。ちょっとギターのチューニングをさせてもらいます。私は今、ギターのチューニングをしています。昨日はですね、広島まで行って、オペラのたまちゃん、うんうん、オペラのたまちゃんのサロンに行って、マーシーとアーヒロミちゃんと3人で、そしてナオミちゃんのもう一緒に4人で伺って楽しい時をさせていただきました。ですね、マーシーのライブはですね、打ち合わせなし、本当に打ち合わせなしの突然ぶっちゃけ本番ライブというのが毎日のようなんですが、それにもだんだんもう慣れてきて、ひろみちゃんも本当に、物語さえもその本番に生まれている、そういう感じでございますね。はい、です、はい、よっしゃ、じゃあもう一回やってみます。虹が生まれたを、はい、歌います。こうやったら始めます。そうさ大丈夫、違った、いいですよ、大丈夫です。ごめんごめん。そうさ、そうそうそうさ、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 
そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから、生まれた生まれた新しい君、海の中から、違った間違えたちょっと待っていいですよ、生まれた生まれた、はい、そうだ間違えた、ごめんなさい、はい、ちょっと緊張してますね、面白いで、これがこうやってこうやったらトンって音がちょっと入ります。あ、そうかそうか、ああ触っちゃダメ、はい、何回やっても大丈夫です、何回やっても大丈夫だそうです、はい、もう一回いきます、こうやったらいきます、はい、そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから、生まれた生まれた新しい君、君の中に虹が出た、生まれた生まれた新しい君、ちょっとマジダメだわ、ちょっと待って待って、はい、歌詞が全然全然ないそうさ大丈夫、生まれた生まれた空に虹が、そうだ、生まれた生まれた空に虹がちょっと生まれた、いや、あのこれ通ってなくちょっと一緒にやってみましょうか、はい、そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから、前奏が行くんだよ、生まれた空に虹が、海の中から虹が出た、生まれた生まれた新しい君、君の中に虹が出た、そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、2番目の最後のはちょっとゆっくり、はいはいはい、みんな大丈夫、ずっと歌ってないと歌えなくなる、そうさ大丈夫、大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹が、
君の中に僕がいるから、もう一回だ、君の中にみんながいるから。なるほどなるほど。じゃあ1回目が君のスピードスピードで、2番が、うん、スピードスピード、ラストゆっくり、ゆっくりで、うん、であとラスト3回、3回、うんうん、最後2番があります。2番ダンダランダンダンダランダランダン、これ2番です。ちょっと取り方を変えてみます。はい。取り方を変えるってどういうこと？なんかこうギターとボーカルをどっちも取れるように。ああ、そういうことか。別々に取るんだもんね。はい、そう、別々に取ろうかと思ったけど、多分慣れてないからね。うん。でもそれがまた面白いですね。すいません、ちゃんと歌えなくて。最高です。でおでこれを僕借ります。ちょっと声出してください。そうさ、大丈夫歌ってください。歌い続けやってください。ダララララ中に虹があるから。でもその後も操作大丈夫歌うのはずだったな。うんうんうん、そうだよね。操作最初2回ぐらいあるから、ね、そう、うん、ずっと歌ってないと分かんない。どこに操作、撮ってみますか。はい、はい、何回かやって入っちゃっても大丈夫。撮っちゃう、どうぞどうぞ、はいはい、いやライブみたいな形で行ってみます。はい、こうやったら行きます。そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから。
の中に虹が出た。生まれた生まれた新しい君、君の中に花が咲く。そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫。君の中に虹があるから。せーの、さん、そうさ大丈夫、君の中に僕がいるから。君の中にみんながいるから。最高。あんな感じの分でいいですね。はいはい、だけど今サビを2番のサビを、そうだもう一回だ。レタレレレレ、ミニがあるからでもう一回入るのせい、そうさ大丈夫、うん、であとはもう自由にやってもらったらいいなって。でちょうど今久美さんの声もさらに出てくるようになったんで、うんうん、あのほんの少しだけ、はい、後ろに行ってもらったら、まあ、うん、ほんのぐらい、ほんのぐらい、ほんぐらいで、はい、朝からブチ声が出ちゃいます。すごい、昨日かわちゃんも褒めてくれてましたもんね。クミさんの歌声で 何か何て言うの、ウクレレが振動してたって。結構離れてましたよね。すごい、なんかでもライブやりおるみたい、いい感じだ。録音とか苦手だからね。うん、すごい。でもこんな感じ、なんかこうここの場所でできた今回の思い出、うん、この歌声に合わせてなんか写真をポッポッポッとはめていって、あ、うん、でか思い出しながらやってもらったら、もう次でもあの全然失敗しても大丈夫です。はいはい、こうやったらいきます。そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから。生まれた空に虹が、海の中から虹が出た。生まれた生まれた新しい君、君の中に虹が出た。そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、虹があるから。生まれた生まれた新しい君、涙の中に虹が出た。生まれた生まれた新しい君、君の中に花が咲く。そうさ大丈夫、そうさ大丈夫、君は大丈夫、君の中に虹があるから。そうさ大丈夫、
君の中に僕がいるから、君の中にみんながいるから。君は大丈夫。ありがとうございます。ちょっと声が間違えた。ありがとうございます。すごい。でも、あ、もう一回、そうさ、大丈夫、歌ってください。そうさ、大丈夫。ババババン。そうさ、大丈夫。君は大丈夫。生まれた空に2時間。もう一回言ってみる。言ってみますか。どうしますか。やってみましょう。もう一回行きます。はい。声がよう出ます本当。うん。よし。こうやったら行きます。そうさ、大丈夫。そうさ、大丈夫。君は大丈夫。君の中に虹が。虹が海の中から虹が出た。生まれた生まれた新しい君、海の中に虹が出た。そうさ大丈夫。そうさ大丈夫。君は大丈夫。君の中に虹があるから。生まれた生まれた新しい君、涙の中に虹が出た。生まれた生まれた新しい君、君の中に花が咲く。そうさ大丈夫。そうさ大丈夫。君は大丈夫。君の中に虹があるから。そうさ大丈夫。そうさ大丈夫。君は大丈夫。君の中に虹があるから。君の中に僕がいるから。君の中にみんながいるから。君は大丈夫。
ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫か。大丈夫かな。大丈夫だ。いいやったれ。で、でんでいで、でてで、でで。人生はオセロもやってみていいですか。はいはい、ちょっと、人生はオセロ。Time.
じゃ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 。背中が真っ赤。背中合わせさ。人生は。なんとなく分かってくると思って、ね、かっこいい、マーシーさすが、ありがとうございます、クリさん。じゃあ撮ってみていいですか、はい、撮りながらやっていきましょう、うん、嬉しい、ほんと、そこのちょっと前からってどんな感じでやってきたんですかね、うんうん、
しゅうこさんのそれが聞こえるから、それがちょっとで近景、そうだね、ごめんね、はい、ごめんね、いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます、やった、でも形がなんとなく入りました、ありがとう、いつも今までやってない、面白いですね、でもでも、こうやって弾いてもらえるようになると嬉しいですね、本当です、行ってみます、待ってね、はい、はい、僕が最初弾いていますので、ちょっと待ってね、はい、そんな感じですね。それでお願いします。人生は個性で見たい。
あの僕は合わせれなかったけど、こんな感じで多分、はい、なんかいいと思います。すいません。ありがとうございます。汗かいちゃう。なんかでも楽しかった今の、うんうん、バンドでやったら楽しそうですね。そうだね、もうぜひぜひ。もう一曲できる？いけると思います。何、はい、何しますか？いつも行くやつ見たいですよね。本当はね、ミラクルでね、はい、あの、うん、本当伴奏を、うん、していただけたら、もらえたら嬉しいのね、うん。本当です。楽譜を今度、しょこちゃんの楽譜を。はいはい。ね、うん、答えはそれにある。あ、いいですね。ほんとやりましょう。はい、共に生きる答え
ありがとうございます。ハッピーバースデーもできる、いけると思います、最高です。だんだん乗ってきた、緊張しちゃうね。本当ですよね。こうやって来た時にでもこうやってレコーディングの練習していったらいいですよね、うん、思い出にね、本当に本当に思い出レコーディングかなっていうので聞いてみます。これか緊張緊張楽しい時間ありがとう、ありがとう、ありがたいよ、幸せまーす、 ありがとうございます。ゆきちゃんも聞いてる、見守りありがとうございます。あ、ゆきちゃん、うん、なおみちゃんありがとう、ありがとうございます。みやちゃんありがとう、よいしょ、のりえちゃんありがとう